ってきました。結果はね、判定で、まあ、負けちゃったんですけど、うん、まあ、U-NEXT で見てくれてたファンもたくさんいると思いますし、まあ、いろいろネットでも言われてるし、自分自身も結果にね、負けたら、なんだろうな、でもまあ納得せなあかんじゃないけど、なんかそういうのとかもやっぱあるけど、今回の試合に関しては、みたいな、まあ、自分がアマチュア通して負けた数もね、結構、まあもう10回以上負けてるし、でね、プロでも2敗目か、今回して、なんか悔しいっていう感情がなくて、今回の負けに関して、納得もできへんし、なんやろな。あ、これがボクシングなんていう感じの感情で、なんかちょっとこう腹立たしいというか、まあちょっと自分も子供やなとか今思うと思うんですけど、もう X でもつぶやいちゃったんですけど、なんか SNS 上でも結構ね、みたいな声もやっぱ多いし、まあそれは日本 B 期って言われたらそれまでかもしれんけど、それ踏まえても、戦いながら、まあ、明確に勝ったと思ったし、取られてても2ラウンド3ラウンドぐらいかなっていう、全体通しても効いたパンチももちろんなかったし、まあね、ビン選手も気持ち強い選手でね、パンチもあるし、丁寧に被弾せずっていうのを心がけて、間通しジャブだったりとか、こうロープ背負ってもすぐサイド回ってとか意識しながらやりたいこともやれたし、こう戦いながらビン選手もね、こう焦ってる感じもあったけど、こう戦っててこう支配しながら上回れたかなっていう中で終了のゴングが鳴ったから、自分のとしては勝ったと思ったんですけど、まあ人がね、採点してまあ、そういう競技なんで、まあ、結果はね出ちゃったんで仕方がないと言われそれまでなんですけど、今これカメラのね、見てくれてるのは妻のあきちゃんにこう画角合わせてもらって撮ってもらってるんですけどね、いつもの、まあ、マーシーは、まあ、日本から応援してくれてるんですけど、まあ、とりあえず自分の今のこの感情をちょっととりあえずね、こうやって YouTube で発信してる以上、こうファンの皆さんにも見てもらいたいというかね、今のこの心境だったりっていうのをね、まあ、いち早く知ってもらいたいっていうのもあったんで、まあ、こうやって動画撮ってるんですけど、まあ、現時点で自分自身の中でもう一回世界目指しますとか、うん、ないっすね、正直。まあ妻の前であんまこうやって言うのも多分すごく酷というか、まあ落ち着けば落ち着いてからね、決めればいいんじゃないっていうふうにさっきも言われたけど、まあ、自分の中でもうほんま終わって控室戻った瞬間に現役続行っていうの全くなくて、今の感情では、うん、引退ってね、やっぱこうやってたくさんの人に応援してもらってて、スポンサーの方だったりとか、うん、まあ、いるんで、まあ、そういうね、ちゃんとこう挨拶もあるし、まあ、今すぐにもう引退届出してやめますわとか簡単には言えないんですけど、本当に今の気持ちとしては現役でもう一度っていうのはないですね。本当に初めて統一戦で負けた時以上に現役でやるかどうかっていうこの感情はないですね、正直。今回はなんか腹立たしいが本当にすごくて、ボクシングしててアマチュアも通して何年だ、もう18年かな、ボクシング始めてこういう気持ちになったの本当初めてで、まあね、僕のこと嫌いな人はね、 YouTube やってるからとか、まあ、思う人もね、たくさんいると思う。それはもう理解してるし、そういう世界だと思うし、うん、それも本当に原因の一つかもしれん、知らんけど、俺はやることやって、こうやってたくさんの人に見てもらうためのツールやと思って、こうやって YouTube 活動もしてるし、ね、本当に、もう本当に練習ばっかやってるしね、休みの時はもう犬の散歩行ったりとかね、妻と一緒に散歩行ったりね、うん、まあ、そういう日々過ごしてきてて、この試合に、まあ、向けて頑張ってきたけど、まあ、今回のこの判定に関してはちょっと抗議したいとかっていうのもあんまなくて、うーん、なんか冒涜されたっていうか、うん、うん、まあ、よくわからんな、この感情は、うん、悔しいじゃないな、ほんまになんか 腹立つなっていう、うん、まあ、これは本当に戦ってる人間しかわからへん感情かもしれんし、多分自分が第三者として僕のこの現状を見たときに、いやいや今決めんでもやめるとか言わんでもいいんじゃないっていう思う気持ちもめっちゃ理解するし、
確かにと思うけど、まあ現に自分自身のことなんで、うん、すごく、うん、今はちょっとボクシングに向き合う自信ないなっていうのが正直な感想ですね。まあ本当にね、韓国にめっちゃ来てくれたファンの人がもう現地でも声かけてくれたり、韓国まで来てくれて、うん、来てくれて、本当に妻の両親家族も来てくれて、自分のね両親も、うん、兄貴もでジムメイトも本当に試合近い選手も来てくれて、本当にみんなサポートしてくれて、まあね自分以外にあの森谷龍也ね第1試合目のあの後輩も勝って、でセミセミで谷口も KO で勝って、大取りで自分やったんですけど、まあ、こういうねよくわからん判定で、まあ、負けちゃったんで、そういう意味では悔しいかな。チームで僕だけ負けて、多分渡辺ジムのチームメイトたちはえっていうのと、僕以外やっぱ勝ってたから、うんうんうん、悔しいと思ってるやろうし、うん、ちょっとゆっくりして、しただ、うん、今はちょっとよくわからん感情なんで、うん、でもまあリアルな試合ちょほんまに試合直後、今もう試合終わって1時間経ってないぐらいじゃない、うん、シャワー部屋持ってきてシャワー浴びて、今こうやってカメラ回してるんで、うん、本当にあのたくさんの応援ありがとうございました。あの SNS とかでもね、やっぱこうして活動してる以上ね、本当にたくさんの人に応援してもらってるのを実感しててね、こうプライベートでも本番めちゃくちゃね声かけてくれる人たくさんいてて、本当にこう心温かい応援のコメントとかすごく、競技選手頑張ってくださいとか言ってくれること本当に増えたし、うん、そういう意味ではこの YouTube 活動とかね SNS でもこう知ってもらうきっかけとなってるのは本当にこの YouTube だったり実感あるんで、うん、応援してくれた皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでとりあえず今日はちょっとこの辺で終わりだと思います。バイバイ。おいしいもの食べます。